人気のラーメン屋さん、大阪と夜中にある南蛮亭さん。前が駐車場になってて、中は、カウンターとテーブルがあるよ。名物は白ラーメンと呼ばれる、豚骨ラーメン。卓上はこんな感じ。今回は5分ほど待ったら、すぐに入れました。ちょうどテーブルに通されました。餃子は普通に美味しい餃子で、あまり特徴があるわけじゃないかな。白ラーメンは、細麺で豚骨味。 チャーシューはトロトロ、ただこの豚骨は、しつこくなく、さらっとした感じで、焼き飯と一緒に食べることで、一番美味しい味になると思う。味が薄めの豚骨ラーメンだから、焼き飯の濃い味とよく合います。チャーシューは薄切りだから、あと2枚ぐらい欲しいな、この豚骨が薄いと感じる人が多いみたいで、それが嫌な人も多いんだけど、私みたいに好きな人も多いと思う。 焼き飯とラーメンで完成すると思ってくれれば食べた時に分かってくれると思う。